はい、皆さん、こんにちは。下村武史でございます。今回は、海洋性大腸炎の治療に用いられる、アサコールとリアルダの違い、確認していきましょう。これらともにですね、有効成分がメサラジンとなっているんですが、生剤的な工夫によって、臨床成績に違い、どういった風に現れているのかってことを確認していきます。じゃあ、このアサコール、リアルダ見るにあたって、有効成分メサラジンとなってるんですが、このメサラジンって一体何なのかっていうと、 海洋性大腸炎の治療としてよく用いられるものに、サラドスルハピリジンってものがありますと。でもサラドスルハピリジン、これの有効成分だけ持ってきたものをメサラジンと言っているということです。で、今ね、サラドスルハピリジンの構造ここにあるんですが、これがですね、体の中でどうなるかというと、ここがプチンと切れて、そして5アミノサリチル酸というものができます。 で、この5アミノサリチル酸が、今回見ている有効成分のメサラジンと言われるもので、これが腸に働いて炎症に効果を示すとなっております。ちなみにですね、メサラジン含まれている製剤は、アサコール、リアルダに加えて、ペンタ酸ってものがありますね。じゃあこのペンタ酸ってどういう特徴があるかというと、これはですね、時間依存性の メサラジン放出生剤となっていて、小腸から大腸にかけてメサラジンが放出されるって特徴があります。それによって、小腸の炎症とか大腸の炎症ですね。これに効果があるとなっていて、このペンタサは海洋性大腸炎にも使われるし、あとは小腸なんかに病変が認められる、クローン病にも用いられるとなっております。 ということで、このペンタサ有効成分はアサコール・リアルダと同じなんですが、放出される場所が小腸から大腸ということで、クローン病にも使われるんだよとなってます。じゃあ今回見ていくアサコール・リアルダってどうかというと、pH 依存性の放出製剤となっていて、大腸付近に行かないと薬剤が放出されません。なので、小腸で薬剤が放出されないということから、 海洋性大腸炎にしか適用がありません。ってことで、ペンタサ、アサコール、リアルダともに有効成分は5アミノサリチル酸となってるんだけど、生態的な特徴によって放出される場所が異なる。それによって適用症が異なるとなっております。ちなみに今回見ていくアサコール、リアルダっていうのは同じところで放出しますんで、海洋性大腸炎に用いるんだよとなってるということです。 じゃあ、この海洋性大腸に用いるメサラジン、どういった特徴があるかというと、ここに作用基準を載せてるんですが、同じ有効成分なんで、基本的には同じように働くとなっております。じゃあ、何するかっていうと、過酸化水素なくすとか、活性酸素をなくす。あとは、ロイコトリエン B4 の機能を抑えることによって、炎症に効果があるとされているということです。なので、簡単に言うと、 過酸化水素、活性酸素をなくす、あとはロイコトリエン B4 の酸性抑制して、腸の炎症を緩和するんだとなっています。ちなみにですね、原因を完全に除去するんじゃなくて、症状を緩和させる目的で使っていくとなっております。じゃあ、今ね、ペンタサ、アサコール、リアルダ、大まかな違い確認したんですが、 アサコールとリアルだって、生態的にどういった違いがあるのかっていうことを確認していきます。それが次の内容です。ということでこんな感じですね。でまずアサコールなんですが、どうかというと、消化管内の pH の変化に注目。メサラジンを高分子ポリマー、メタクリル酸コポリマーでコーティングする。それによって、 pH7 以上となる海腸末端から大腸全域にメサラジンが放出されるということで、小腸の最後の方から大腸全般にメサラジン放出されるということで、主に大腸で薬剤放出されるということから、海洋性大腸炎に用いるとされております。じゃあ、リアルだどうなのかっていうと、pH 応答性の高分子フィルムをコーティングしているってことで、まあ、ここはですね、アサコールと同じような感じになってます。 まあそれによって、大腸までお薬が送達されるんですよとなります。じゃあそれに加えてリアルだ。どうなのかというと、素上部が浸水性器材より素水性器材からなるマトリックス中に分散させられているとなっています。なので、大腸までお薬行く、コーティング溶ける、その後腸液が上剤に浸透してくるんだけど、浸水性器材、素水性器材がその浸透を抑えるということで、 ゆっくりゆっくり主役が放出されるんだってことになります。なので、比べておくと、アサコール、リアルダともいいんですね。pH 高くなることによって、溶けるコーティング剤によって包まれてるってことで、pH 低いところではお薬は出ていきません。これがまず共通してる。で、アサコールが pH 高くなると、コーティング溶けて、お薬わーっと放出されるんですが、リアルダはどうかというと、コーティング溶けて、その後機材が働いて、 この機材がですね、お薬のところに腸液入ってくるのを抑えて、よりゆっくりですね、主役が放出されるっていうふうになってますんで、共通点と異なる点見ておいてください。じゃあ、こういった違いがあるってことを確認した上で、実際の臨床成績どうなんですかってことを確認していきましょう。じゃあ、どんな実験を行っているのかっていうと、 活動期の肝陽性大腸炎患者に対する試験を行ってます。で、このリアルダ、アサコール、共にですね、重症例には用いませんので、検証から中等症の活動期の肝陽性大腸炎の患者さんを連れてきて、そして片方はリアルダ投与、片方はアサコールを使ってるというね、そんな実験を行ってます。ちなみにですね、二重盲検試験となっていますんで、投与する 医師側も投与される患者さん側もどっちを飲んでるかっていうのは分からない状態で試験してるということで、バイアスが少ない試験を行っているということになります。で、その時の何を見たかというと、UCDAI スコアですね。これを見てるということになるんですが、その内訳としては、血便スコアですね。そして、排便回数スコア。あとは、S 状血腸ですね。 これの状態を見ているということで、内視鏡スコア。で、あとは、医師の総合評価っていうのを点数にして、その点数がどれぐらい下がったのかってことを確認したんだよとなってます。ちなみにですね、こっちがリアルだがアサコールに対して非劣勢であるかってことを調べたデータ。で、このもう片方のデータは何かというと、非劣勢であるならば、 リアルダがアサコールに対して優越性あるかどうかっていうのを調べたデータとなっています。じゃ、まず、非劣勢かどうかって見たっていうですね、そのデータからすると、UCDAI スコアですね。これは、アサコール使った場合はマイナス1.8。そしてですね、リアルダ使った場合はマイナス2.6と、この数字から見ると、リアルダはアサコールに対して非劣勢、劣っていないよってことが言えると。 で、この劣ってないってことで USJ 調べていこうってことで見たときにリアルダ使った場合は UCDAI スコアがマイナス2.5そしてですねアサコール使った場合はマイナス1.7、まあ、この数字見るとリアルダはアサコールよりも優れているよ USJ あるんだよってことが分かったということでリアルダの方がアサコールよりもいい効果を示すんだってことがこのデータから分かるということになりますじゃあ安全性はどうなのかっていうと 量材の差はですね、そんなになかった、優位差は認められなかったということになっております。じゃあ、主な副作用何かというと、リアルダ使っている時っていうのは、βn アセチル D グルコサミナーデが増加したとなってます。ちなみにメサラジン使った時もですね、n アセチル D グルコサミナーデが増加してるってことで、まあ、これらの酵素増加がですね、現れやすいってことが言えます。 ちなみに、これらの酵素の名前、あんまり聞くことないと思うんですけど、どういった時に上昇するかというと、子宮体障害とか、あとは、尿細管障害ある時に上がりやすいということで、人機能に注意して使っていかなければいけないというふうに言えます。で、あとリアルダ使っている時は、ビリルビンの増加があるよねってなっているということで、肝機能なんかに注意しなきゃいけない。あとはミラーゼの増加なんかありますんで、水炎なんかに注意していかなければいけないとされております。 で、死亡例は認められなかったとなってるんですが、重篤な副作用としてはですね、リアルダ使っている時に、肝質性肺炎なんか現れてますんで、肝質性肺炎なんかにも注意して使っていかなければいけないよということで、副作用に有意な差はないんですけど、肝機能、腎機能、そして膵炎、それに加えて肝質性肺炎なんかに注意して使っていかなければいけないというね、そのようなデータが得られているということになります。ということで、今回は、肝瘍性大腸炎に用いられる アサーコール、リアルだについて確認していきましたが、それぞれどういった特徴があるのか、どんな違いがあるのか、臨床成績どう違うのかなんてことを確認してもらって、より適切にお薬を使えるようになりましょう。それではまた。